安倍総理は日米首脳会談後の記者会見で、この3年間で著しく損なわれた日米の絆と信頼を取り戻し、緊密な日米同盟が完全に復活したと宣言されました。何を根拠にそういうふうに言われたんですか。それはですね、民主党政権の3年においてですね、普天間の移設問題について、最低でも県外とこう言ったわけですね。そして結局ですね、その間において大統領に対してトラストミーとこう言ったわけですよ。でも結局それは実行できなかったじゃありませんか。でこれはかなり私は、これ致命的なことであったと思いますよ。総理大臣であればもう少し国益を考えて日米同盟をいかに育てていくか、そういう観点でお話になるべきだと思いますが、いかがですか。民主党政権においてですね、岡田さんが胸を張って言えるような状況だったんですか。これ以上あなたに何か言っても無駄かもしれませんが、私はやはり総理大臣というものは常に国益を考えて、そして行動しなければならないというふうに思います。